はい、こんにちは。プライベートメンタルジムザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、片田智也です。最近ね、そのどうしたらいいかに対して新しい比喩が生まれたんですよ。あ、何ですか、教えてください。なんかね、こう、心の専門家でしょ、どうしたらいいんですか、これ、この不安を、この恐怖をってなる時があってですね。うん。なんかね、それはね、例えば、家庭で奥さんがガスコンロが壊れたと。うん。まあ、電気コンロにしますか。はい。IH 壊れたと。で、電気屋さん呼んで、あんた、この機械の専門家でしょ、直してって言われた。だけど、電気が来てないんですよ、その家。なるほど。どうしろって言うんだって。そもそも人間の精神、メンタルっていう機械だとしたらば、はい、これは自分の体の中だけで完結して考えてる時点でもうアウトですよ。電気っていうインフラがないとコンロ動かないのと一緒で、友人、仕事、社会、家庭っていうシステムがあって、初めてメンタルフィールス機能してるんです。なのに、そこのインフラが切れてるのに、不安を拭うにはどうしたらいいかって、むちゃくちゃでしょ、もう。ああ、要は、わかります。わかります。一人でずっと30年引きこもっててね、うん、誰とも会わず、うん、何の価値も与えず、うん、寂しくて寂しくてしょうがないんですけど、どうしてくれんだみたいな。当たり前でしょって。あなた自分で言ったじゃん、誰とも会わず寂しいって。そうですね。ね、滑稽って言ったら失礼ですけど、はい、なんていうのかな。電気が来てないところに住んでおいて、なぜ電気がつかないんだってね。だから、さっき奥さんおっしゃってましたけど、目に見えるものばっかり見てるんでね、多くの方は。その、電気っていうインフラが見えないんですよ。家族、仕事、友人っていう、人間関係のインフラが見えないんですね。独立して心があるって思っちゃってるから。もうその時点で、心の問題っていうのもアウトですね。スタートが間違ってる。ましてや、ね、それを医療で治すっていうのは、お門違いも甚だしいです。と思いますよ。ああ、でもこれ本当先方に出てきた考えでしょうね。うん、こう、なんだろうな、うん。まあ、自分一人でもね、生きていけるとかね。その物質的なものとか物質的な量がね、うん、この幸福に著しく関与みたいなね、うん、考えの本当週末ってね、うん、まあそうですね、本当に終末期ですね。その個人主義、安全便利快適依存、うん、集団崩壊。これもね、僕個人主義ってね、やっぱ欧米から入ってきた考えだと思うんですけど、そうですね。個人主義ってね、僕は多分、日本人はね、すごく間違えて、解釈しちゃってる。そうですね、解釈してますね。個人主義ってね、なんか悪いみたいな感じするんですよ、日本だと。そうですね、うん。だけど、やっぱあの人たち、ね、欧米の人たちが言ってるね、欧米、個人主義っては多分ね、全然違う意味合いで、なんて言うんだろう、今、やっとっていうか別に日本が遅れてるわけじゃないけど、まあ、日本もなんて言うんだろう、その、多様性、ダイバーシティ、っていうことをね、言い出しましたけど、僕ね、アメリカ行ってすごくびっくりしたのは最初、寒かったんですよね。3月だったんで、まあ、日本の3月と同じぐらい寒かった。僕はダウン着てたと思うんですよね。はい。なのに、T シャツ着てる人もいれば、ダウン着てる人もいれば、シャツ着て歩いてる人もいる。あれ、日本じゃないじゃないですか。そうですね。でも、どこ行っても大体そうなんですよね。で、もう一個はね、お互い全く別にそれに対して関与しないっていうか、いいじゃんっていう感じなんですよね。そう。だから、もっと言うと、ジャン・ジャック・ルソーっていう人がね、エミールの中で、こう、そういう、なんて言うんだろう、誰の助けも借りずね、自分で生きていければね、これほどこう
なことはないって書いてあるんですけど、うん、ここもね、なんと日本人だとね、また違ったように取っちゃうと思うんですよね。うん、まあ、多分ね、独立自尊、福沢諭吉先生のが言った独立自尊っていう意味で個人主義って使ってると思うんですよ。うん、欧米の人は、うん。はい。だけど日本の人の個人主義はね、なんか自分勝手で聞こえるんですよね。そうですね。反体制、反集団、反社会、個人、うん、逆のことだと思いますよね。多分、個人主義じゃなくて個性主義なんじゃないですか、本来は。だからね、僕の個人主義っていうのもね、今じゃ LGBT とかね、その、うん、同性の結婚とか、まあ本当に多様になってきましたけど、あれもね、はい、なんて言うんだろうな、僕それを全部ね、認識して認めてね、素晴らしいですよね。うんうん、そこまで知識ないから、うん、全部のだって、スポーツ、わかんないけど、バドミントンも素晴らしいですねとか、手芸やってる素晴らしい、LGBT も素晴らしいって、うん、そこまで知り得ないから、うん、簡単に言っちゃうとね、僕はその差別しないっていうかね、うん、っていうことが個人主義なんじゃないかなと思うんですよね。特別視しないっていう、うんうん、野球は大好きで、野球は面白いけど、サッカーってあれつまんねえだろうとかね。そういうの、うん、そういうこと言わない、うん、総合格闘技では、総合格闘技何それみたいなとかね、うん。でも知らないのは知らないし、知りようないからね。うん、はい、あ。だから、別に全部を全部ね、尊敬するって言ったって知らないもの尊敬できないし。そうですね。そう。そういうことやっぱね。うん、差別っていうのがあるだけなのかなとかも最近思うんですけどね。そのダイバーシティは、うん。うん。うん。まあ、差別を浮き彫りにしただけなんでしょうね。ああ。うん。やっぱり、あれって普通だと思いますよ。それはあかんと。その個人の考え以上に社会的でないという対象っていうのは、それはもちろんあるでしょうよ。うん。個人の趣味思考じゃなくね。はい。うん。うん、そう、なんでね、この個人主義と、この自立っていうか、もう自立っていうよりもね、独立、福沢先生はまあ独立自尊ってね、うん、しましたけど、だからもう自立だけじゃ足りなくてね、うん、でだからそのダイバーシティ、それぞれを認めるっていうところまで行くとね、うん、やっぱりもう独立に行かないとね、うん、まあ、だから、まあ、ちょっと気持ち悪いですね、正直。個人的には。ああ、やりすぎ？うん？だって、すべてのこう、違いを、ボーダレスに、平等に、なんていうんですか、公平に差別なくっておかしいですよ。うん。あ、いいです。私、例えば、マイノリティですよ。目が見えないでしょ、あんまり。うん。これ、公平に扱ってくれなんて思わないですよ。気持ち悪いですね。ああ、確かに。うん、過度に助けられたりとか、大変ですねって、気使われる方が気持ち悪い。うん、その、なんていうんですか、違いをね、埋める過程に本来は才能の発揮だったりとか、モチベーションがあったんで、うん、なんかそれをね、社会的に、どうこう言われること自体が、私個人はですよ、マイノリティの人として、ものすごく気持ち悪いが、気持ち悪いですね。障害者の害っていう字をひらがなにしたりとかね、気色悪いです。うん、それ言ってること分かります、うん、僕ね、それで一番ね、被害受けてる人ってね、僕女性なんじゃないかなと思うんですよ。うん、でも男と女は明らかに違うし、うん、役割も違うし、脳の構造も目で見て違う、うんうん。脳の形が目で見て違うんだから、うん、男と女は。うん、だけど、男女は平等だって言って、うん、男と同じだけ働かされてる、うんうん、そう、あれね、働かされてるように僕は見えますね。うん、そうですね。うん、そう、まあいい迷惑でしょうね。迷惑。そう、うん、だけど女の人もね、やっぱりその洗脳、さっきの個人歪んだ個人主義っていうんですかね、解釈の間違った個人主義を個人主義とかね、ダイバーシティって捉えちゃって、
男と同じだけ労働することが平等っていうかフェアだと思わされてるし、それで政党まで作っちゃったりですね、政治活動までやっちゃったりいっぱいいると思いますね。そうですね。まあ、発端は最初はね、その一部の神経過敏な人が言い出しただけだと思うんですよ。ちょっと過剰なフェミニストがね。まあ、どっちかというとそれはコンプレックスでしょ、ご本人に。うん。うん。障害なんかでもそうですよ。自分の障害を受け入れられてない人がね、平等じゃないとかって叫んでるんで、うん、しっかりと個性として取り込んでる人はね、そんなこと言わないですよ。公平にしろとは言わない。だから、最初のきっかけは多分、一人二人のね、コンプレックスなんだと思いますよ。はい。うん。そう。だから最初はね、確かに選挙権がなかったんだよね。うん。あった方がいいしね。うん。けど、それがちょっと行き過ぎちゃって、ってるなって、そう感じますね。そうですね。ちょっとやりすぎですね。何でもかんでも。そう。だからその、ダイバーシティっていうところと、個性っていうところとね、個性と性別、うん、性別は関係ないんでね。うん。そう。それをなんつうんだろう、平等。性別も一緒じゃないと平等じゃないみたいなね。うん。はい、あ。まあ、ちょっと無茶苦茶ですね、もう。まあ、でも、あれですよ。そういうのも全部推進してる、なんていうんですかね。加担してるんですよ。私たちに。消費者として。メディアを見たり聞いたりね。うんうん。選挙行ったりして。そういう世の中づくりに、僕ら一人一人が貢献してるわけですから。まあ、他人事じゃないんだけどね。確かに。このおかしな社会づくりに。みんなが加担してるっていう、これを忘れるとちょっとおかしくなるんじゃないかな。誰か悪者がいてね、自分の利益のためにそうしてるっていう。やっぱそう発想しちゃいがちですけど、みんな。誰も悪者いなくてね。みんなの選択の結果なんだと思いますよ、こういう社会は。はい。うん。はい、ありがとうございます。はい。お疲れ様です。